それではこれより行政代執行を開始いたします。県による代執行が行われたのは南国市駅前町にある平屋建ての空き店舗です。南国市は JR 御免駅から市街地へのアクセスを向上させるため2011年から南国駅前線を整備しています。空き店舗は整備区域内にあり、これまで南国市は所有者に何度も明け渡しを請求してきましたが、保証額などの理由から交渉が難航。土地収用法などに基づき県が代執行することになり、今日は県や南国市の職員らが建物の内部を調査しました。代執行は来月4日までの予定で、電気などの切断や解体工事が行われます。